ダニエル・ジョン、ダニー・サリバン3世は、アメリカ合衆国出身のモットレーシングドライバー。1985年のインディ500で優勝したことで、最もよく知られる。サリバンは、ケンタッキー州、ルイビルで生まれる。父親は建築業を営んでいた。ケンタッキーミリタリーインスティチュートに学び、ジム・ラッセル・レーシング・スクールに入る。サリバンは、レース経歴を始める前、 様々な職に就きその中には、キコリやニューヨーク市のタクシー運転手などがあった。サリバンは21歳の誕生日プレゼントとして、イギリス、スネッタートンのジム・ラッセル・レーシング・スクールで学ぶこととなる。フォーミュラ・フォード、F3 に参戦したが、資金が尽きて帰国する。1982年に、 インディカーでのデビューを果たし、翌1983年には F1 のティレルチームとの契約を結ぶ。ティレルのスポンサー、ベネトンはアメリカ人ドライバーの採用を希望していた。サリバンは1983年シーズン15戦に出走し、モナコグランプリでは5位に入賞2ポイントを得てシーズン17位という結果であった。また、 4月にブランズハッチで行われたノンタイトル戦、レースオブチャンピオンズでは、ケケ・ロズベルグに次いで2位に入賞している。しかしながら彼は、経験豊富なチームメイトのミケーレ・アルボレートの影に隠れることになり、シーズンを終えて契約を継続することができなかった。サリバンのローラ T800、1984年のラグノセカで1984年。 サリバンはアメリカに戻った。インディカーシリーズに参戦し、1985年にはインディ500で優勝を遂げる。このレースでサリバンはスピンを喫し,し、マリオ・アンドレッティにリードされるものの、フラットスポットが生じたタイヤをピットで交換し、20ラップ後にアンドレッティを追い抜きそのまま優勝した。1988年のインディ500でも、 スタートから101ラップ中91ラップでレースをリードしたが、ターン1で壁に接触、リタイアした。しかしながら、同年のシリーズではタイトルを獲得している。1986年、サリーバンは、テレビ番組、マイアミ・バイスにゲストスターとして出演する。バイ・シュフを殺害し起訴される、カーレーサー役であった。ドラマは、マイアミグランプリにおける。 ピットレーンでの様子などいくつか短い場面が組み入れられた。サリバンのセリフは限られたものであり、最も長いのは警察署での取り調べ場面でのものであった。1992年、レアは、任天堂エンターテイメントシステム用ソフト、ダニー・サリバンズ・インディー・ヒートを発売した。1994年、サリバンは休暇を取って解説者として、ABC、 ESPN に加わった。また同年、ナスカールウィンストンカップシリーズの何戦かに出場しようとした。しかしながら、ブリックヤード400に出場したのみで、予算の限られたチームでは33位で完走するのが、やっとであった。また、ゲストとして、ドイツツーリングカー選手権のアルファロメオをドライブし、ルマン24時間レースにオーストレーシングから、 ダウアーポルシェ 962C を買って、ティエリー・ブーツェン、ハンス・ヨア・ヒム・スタックと共に出場した。1995年はインディカーに復帰したが、この年が最後の参戦となった。第13戦のミシガンでクラッシュ、負傷し骨盤をはじめとする重傷を負った。回復の途中に彼はオープンホイールからの引退を発表した。翌年から、 再び ABC の解説者に就任したウィンストンカップシリーズありがとうございます。